こんばんは、市営部局長の上村です。今日のゲストは医療法人社団 5S の歯科医師、そして昭和大学歯学部歯周病学講座兼任講師の斉藤明宏さんです。今日ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう歯医者さんなんですよね。そうです、一応顔見たら笑っちゃいますよ。いや、もうそうなんですよね。でも歯医者さんなんですけど、今日はラオスの話で来られてるんですね。そうです、今日は歯医者の話はもう全然するつもりもないので、ね、今日はラオスの話。あれ、ちょっと これどうですか、ね、今日は。ちょっとそれ気持ち、これまたリアロー T シャツが、いや今日はもしかして、いやちょっと思ったんですけど、ちょっと遊んでる風に思われるのはあれだなと思って、今日はそうです、ね、真面目な格好をしてきました。じゃあ今日はちょっと乾杯まずしてからにしましょうか。う、ね、このビアラオね、やっぱりビアラオで、あの乾杯してます、ラオで。この間見させていただきました。さすが社長見てると思いますよ、多分。いきますか、社長見させていただいておきました。カメラ目線でね、カメラ目線で。じゃあいきますか、じゃあ、はい、ニョクチョーって言いますけど、だいぶ減ってますけど。そうです ね、まあまあまあガソリンってことで、ね、いいんじゃないかというふうに思いますけど。いや、ほんと美味しいんですよね。いや、美味しいです。お米のビールね、もうこのさっぱりとした感じがさっぱりした感じな感じじゃないかと思いますが、なんか食レポも上手そうですよ ね、 なんかね。でもなんか今日本当になぜこの歯医者さんがこうラオスと関係しているのか、こう歯医者とラオスがどうつながるか、そこをねぜひ皆さんに伝えていきたいなと思うんですけど、はい、実際ラオスとの関係性ってどこでこう発生したんですか。ですね、はい、本当にこの最初はラオスっていう国自体もほとんど知らず、名前知ってるぐらいな状態で、確かに知らないんですよね。普通ね、タイまで知っててもその上にラオスがあるってことすらみんな知って、場所はどこだろうみたいな。そうだから行っても東南アジアって言うとみんなはーって言って終わっちゃうような感じなので、僕もそういう状態だったんですけど、今ボランティアをちょっとしてまして、はい、その海外での歯医者のボランティアっていうのをやってまして、はい、それが縁で、まあ、初めてラオスというところを知って、はい、ボランティア、まあ、はい、そうです、はいはい、いや、あのボランティアで聞くと、はい、まあいろんなのありますけど、僕がやってるのはやっぱこの自分の職業である歯医者、歯医者、まあ歯医者さんの仕事っていうのを、まあ、向こうでもちょっとやってっていうので、はい、なるほど、ラオスですね。そうです、ラオスで今やってる感じ。何年ぐらい前なんですか。ちょうど行き始めたのが2015年、はい、4年ぐらいなんで、もう5年ぐらいになります。5年ぐらい前、はい、それは個人で行かれてるんです、団体があるんです。そうですね、カドボっていう、カドボ、はい、はい、で皆さん結構覚える名前ですか。そうですね、もうカドボっていうのでもうみんなが覚えてしまってる感じです、ね、じゃあ神奈川中心の団体、ボランティア団体。そうですね、その本部というのが神奈川にあるっていうので、はいはい、まあ、でも参加してる人は日本全国。これ1998年のタイの活動が初めて。いや、ですね、前があるんです。そうなんです、その前にもう3、それよりもっと前に伝統があるっていうか、そうなんです、その前にそもそもセブ島での活動っていうのをやっていて、そこからまあ違うところでもやろうよっていうので、まずタイの方 で、ね、でそこで行ってた人たちが、はい、まあ、隣の国とかにもちょっと行ってみようかっていうので、はい、最初は陸路でちょうど、あ、ラオスって国があるんだ、ちょっと行ってみよう。タケークでしたっけ、あのタイの北部のところですよね。そうです、そうです。で行ってみて、はいはい、ちょっと向こうの病院見学してみたら、はい、まあ結構ひどい状態だったと。ここは支援するにあたる国だなっていうのを、まあ、絶対目で見て確認して、はいはい、それから、まあ、今ずっと今まで続いてるこのラオスの活動っていうのが始まったと。その当時っていうのはラオスに海外の支援とか入ってないんですかね、歯医者の。多分ほとんど入ってないんだと思います。で2011年から、まあ、今2020年、はい、まあ、今年はちょっと行けないと思う。そうですね、去年までも毎年行ってるわけです。毎年行ってました。毎年9月。そうです、本当は今月行ってる予定だったんですけども、そう、残念、全然行けなくなっちゃって、飛行機が飛んでないっていう。本当にそうです。そうですよね、本当にそうです。でも本当にこの9月のこの時期に毎年何名ぐらいでいつも行かれてたんですか。そうですね、はい、去年とかでいうとちょっと人数多かったんですけど、はい、全部で40名ぐらいで去年とか行ってて。40名の歯医者さんができるんですか。歯医者さんと、はい、まあ、いわゆる歯科衛生さん、衛生さんと、医者も行くんですか、はい、それと、まあ、ちょっと有志の一般の方々も何人か来ていただいて、まあ、行って、はい、あとその活動の時実際的には向こうのヘルスサイエンス大学っていうところにいる歯医者の先生とかも、はい、一緒に活動する。じゃあ勉強がてらにっていう。そうです、だから本当総勢50人とか、はい、それを超えるような人数で。その50名が誰がターゲットでこう治療してるんですか。それこそ最初にどこにしようかなって話があったんだそうです、でもちろん大人っていうのも大事なんだけど、はい、でも結局もともとやっぱ、はい、皆さん子供で、はい、子供が大人になるってなると、その子供の、いや、まだまあその大人になる前の段階で、はい、そういう予防っていうのをしっかり教えてあげて、はい、
そういう人が大人になってくればどんどん広まっていくんじゃないかっていうのもあったみたいで、その子供っていうのをまずターゲットにしてます。じゃあその小学校とかに行ってあの歯の指導もしながら治療もしながら指導もするそういう感じになる感じなんですね。ご自身が行かれたのは2000、そうですね、僕が行き始めたのが2015年になりますね。それなんでこうお父様はずっとこう言ってたわけじゃないですか、なぜ急にお父様から俺に行かせてくれみたい な, なんかまあそれ聞くとすごい考えが聞かれるなんですけど、どんな感じだったの。いや最初正直を言うと、はい、あの父が仕事にちょっと行けないっていう年が1回あって、はい、うん、その時に父もなんか悩んでどうしようかなと思って、はい、あ息子に行かせてみようと、どうやらなんかピンと思い浮かんだみたいで行ってきなさいって一言言われて、まだ最初の時は大学院生、そうです、歯医者ではあったんですけど、はい、あ、まあ、しかも学生でも試験は受かっててっていう感じなんですね、はい、全然まだ学生やりつつで研究とかはやってた段階なので、はい、まあ、ある程度時間に自由が効くなっていうのもあって、まあ行ってみたらいいの経験にもなるよっていう話をもらって、はい、じゃあまあそうそういない機会だから行ってみようかなっていうのですごいふわっとした感じで正直最初は行きました。その時はラオス国は知ってるんですか。いや本当名前だけで父が言ってるっていうので、はいはい、あこんなのある国なんだふーんぐらいの状態で、正直全然どんな国とかっていうのも、で子供たちが虫歯多いんでしょやっぱり。すごい多いです。で自分らも経験して痛いって歯医者がないとかってどうしてるんですか今は。今ってその当時は、はい、多分どうもしてないんだと思う。どうもしてない、も痛いまま、痛いですよね、もう多分そのまま過ごすみたいな感じで。耐えられるんですか。いや本当どうなんですか。いや多分こんななってると思う。痛み止めはあるんですかね。多分あるとは思うんです。多分そういうコンビニっていうか、そういうのもコンビニっていうほどじゃないと売店ですよねみたいな、ちょこちょこあるみたいな、そういうところに売ってるとは思うんですけど、昔日本もこう丸い黒い玉を、そうですそうです、知ってます、ここに歯にこう詰めると。あ知ってるんですか。お若いのに。一応そういう時代があってます。そうですか。そういう昔の歴史のね、うん、結構こう詰めたりしてね。そうなんです。なんかそういうのあるんですかね、万能薬みたいな。いや多分詰めちゃえばいいんだよみたいな、こう。いやでもありそうな気がしますよね、ああいう国。なんかハーブとかがすごい有名な国だから、そういうのなんかやると痛みが取れるみたいな、なんかね、そんな感じのありそうなイメージがあるんですけど。でもなんか向こうってそれ今ハーブっておっしゃいましたけど、なんかこう葉っぱもすごい食べるじゃないですか。あすごい食べます。ナッパを食べるじゃないですか。もち米と野菜って感じじゃないですか。本当そうです、ね、虫歯にあまりなるような感じはしないんですけど。いやでもですね、確かにそこだけ聞くと、まあ、虫歯にむしろなりにくそうだなってイメージがすごい強いんですけど、ね、やっぱ虫歯になりやすいなって要因が実は2つあって、1つは、はい、それ歯を磨く、歯が磨きが大事だよっていうことをまずもってまだ知らない、一般的に知られてないっていうような状態なんですね。歯を磨かない、それ習慣がない。そうです、まあ、それでこそ日本ってまあ歯医者がもう身近に歩けばもうどこにでもあるような感じで、はい、そうですよね。実際的なところが分かんなくても歯を磨くのはまあ当たり前普通、ね、大事そうだっていうのは。なんならホワイトニングとか入ってますからね。そうですそうです、もう何も知らないとりあえず白くするみたいなのもあるところなんですけど、はいはいはい、そもそもあの本当にいわゆる首都圏の本当に限られたところで、はい、ある程度まあ身近に受けられるけど、それ以外のところだと、その家の周り10キロ圏内に歯医者なんてありませんっていうようなまた国だったりもするので、その、はい、そもそも歯医者っていうのがまだ根付いてないというか広まってないっていうまだ国だったりするんです。歯ブラシは売ってるんですかね。まあ首都圏のコンビニとかってなると売ってますけど、売店で売ってるかっていうと、まあ、あんまり見かけたことないですね。なんかかじってるとかなんかないんですか。いやありそうですけどね。でもそれもサトウキビみたいなのやったらあれですけど。でそれがまずその歯ブラシがなくて、そのまあ歯ブラシないか分かりませんが歯を磨く文化がない。そう、まあ、だからこそ歯ブラシも売らないんですもんね。売れないから。そうです、歯を磨く文化がない、これはまあ問題だと。そうです。あともう一個は、もう一個がですね、これは僕も行って初めて、はい、嘘でしょって本当に思ったことなんですけど、はい、そのまあ、小学校っていうのが、まあ、都心部であってもそういう山のとこであってもあるんですけど、はいはい、入り口入ったらすぐ横に売店があるんですよ、はい、売店というかもう駄菓子屋。向こうの方甘いのが好きなんですよね。すっごい好きですね。もうベトナムコーヒーの流れがあるから、もう練乳チューチュー吸ってますもん。そんな感じですもん。そうですよね、本当にそんな感じ。じゃあお菓子もじゃあ甘いものばっかり。そうです。で、まあ、多分こっちの、まあ、授業の多分状態一緒なんですけど、まあ、30分とか40分授業やってちょっと休みやって、はい、また授業やってって感じなんですけど、そういう休み時間になると、はい、みんなちょっとお金握りしめて売店にバーって走って行って、ちょっとお菓子買ってでも食べてっていうような感じで過ごしてる。なんかその割にはなんかこう食べてるとこんなこういう体験になりそうじゃないですか。でもこういう子もいますよ、やっぱり。います、こういう子もいます。あ
じゃあこうやってる子いるんだやっぱり。いますいますいます本当に。うまい棒食べてる。いやなんかやってる人もいますし。カノジュースも普通にコーラとか。あ甘いの飲んでる。全然飲んでます。やばい。病気になる。そうで向こうはまたこう缶とか瓶とかじゃなくて、はいはい、ビニール袋にお祭りとかで売ってるじゃないですか。はいはい、入れてかあのかき氷みたいな感じの。ああいう感じで売って、はい、入って渡してそこでもチューってこう飲んでっていう感じで。パラダイスじゃないですか。学校行ってずっとお菓子食べながら。いやもう僕らからしたらすごい幸せな感じですよ。ね、あれなんて学校に来てもらうためにお菓子売ってるのかな。なんでなんですかね。どっちなんですかね。もうそれがもう当たり前みたいな量になってるんで。甘いものが好きな国。多分そうですね。あの国は。そうなんですね。じゃあ虫歯になるじゃないですか。完璧にこれは。そうなんです。だから実際向こうでの活動で最初この、まあ、歯科の要は検診ギャップ始めるわけです。はいはい、どのぐらい虫歯になってるのかな。いや本当に初めて行った時その検診のグループにいて、はいはい、どの子もこうバーって見てたんですけど、虫歯がないっていう子がその時600人ぐらい大体、虫歯が全くない子っていうのが1人とか2人とかそのレベルなんです。それ逆にすごいですよね。すごいです。お菓子食べてないんじゃないですかね。いやかもしれないです。もしかなんかすごい体質なのか何なのか。もしかなんですかね、こう親がこう指導ちゃんとしてこう歯を磨きなさいみたいな。もしかしたらたまたまそういう家庭なのかもしれないです。ねえ、学校の先生もそういうのないんで、だから小学校で教科ありましたよね、前ね。ありました。ないんですか。日本ではもう当たり前のにあるのが、もうほとんど向こうの特にそういうちょっと田舎にちょっとなってしまうと、もう全然ないっていうような状態です。でもそんなに虫歯があったら、まあ、多分痛いとかいろんな症状出るじゃないですか。でそのさっきと子供はまあ我慢しているのかっていう、我慢に強いのか分かんないんですけど、でも治しに行くわけじゃないですか、治療しに。で日本だったら、はい、じゃあ削りますって言って、で、可能してますから、じゃあ次回とかって、次回ないじゃないですか。そうなんです。どうするんですか。いやだからここがすごい、どうしても困ったなと思うところがすごいあって、もちろん例えば1週間行けて、はい、まあその1回の活動で2回、3回見れるっていうなら、はいはい、まあ、いわゆる、まあ、完璧に全部口の中の虫歯を取ってあげる、はい、っていうのはもちろん理想なんですけど、はいはい、僕らのその活動は実際的にはもう2日。2日って言っても600人で2日なんで、1日は300人っていう形になるんですよ。すごいですよね。歯医者が何人いても、それでじゃあ 1回の数2回見てあげられるかって言ったら、どうしても見てあげられない。もう流れ下げようのやんないとまずいですよね。もうしょうがないところもあって、だからもう今のところっていう感じになるんですけど、もう最低限一番大きそうなところっていうところか、もう逆にまあ幸いにっていうとちょっと言い方は悪くなってしまうんですけど、はい、子供の肌が最終的に抜けてくれるから、はい、逆にその乳歯だから、乳歯だからっていう状態があって、はいはいはい、まあ、ちょっと生え始めてきた大人の歯が虫歯にならないようにっていう処置でわざと終わりにしてしまうっていうような感じでやってます。あのこうキュイーンっていうのやるんですか。あ、やりますやります。それもあのこっちでその訪問とかの時はそうなんですけど、持ち運び式のがあるんです、はい、あるんですか。そういうのを向こうまで持って行ってセッティングして。結構日本の学校だとキュイーンって言うと、なんか周りの子たち泣き出すじゃないですか。向こうはどうなんですか。その反応あるんですか。いや多分逆に歯医者にあまり行ってないから、何をされてるか分かってないっていうのあるんで、あの音が聞いててもキュイーンって聞いてても周りで泣く子はいないです。やられてるからやっぱちょっと痛かったり、ちょっとやっぱ音が怖いっていうのでギャーっていう子もいるんですけど、周り聞いてても全然全然伝達しちゃうところもないんですよ。あの泣き虫大合唱なんないんですか。なんないんです。向こうの歯医者さんに対しては指導もやるんですよ、教育とか。いや向こうの歯医者さんは多分歯医者さんの技術的にもまだ日本には全然追いついてないというような状態なんですよね。なんか多分本当見てもらってとか、はいはい、まあ、ちょっと治療してってその代わり僕ちょっと近くに見るからというような感じでちょっと見て、はい、あ、そんな削らなくて大丈夫とか。怖いなそれ。結構そうですね、やっぱりちょっと今日本の、はい、まあ、歯医者の治療って、まあ、どの治療でもそうですけど、はい、お医者さんでも歯医者さんでも、はい、まあ、最小限っていうのをやっぱりやってるんですけど、はい、向こうはもう大きく削ってもう詰めてあげてっていうのがやっぱりまだあるような状態なんで、いやそんな削らなくて大丈夫とか、そこまでなくて大丈夫っていうのもちょっと教えてあげながらやってるっていう感じですね。こう今子供見てます。大人ってどうなんですかね。結構やっぱり歯抜けてる方も多いんですかね。多いですね。向こうのちょっと職員の方とか少しやっぱ見させていただいたりするんですけど、はいはい、見ると、まあ、平気で奥歯が一本なかったり、いわゆる歯石と言われるような汚れが固まったものが、はいはい、もう普通にビシッとついてるような感じです、ね。あ、大変じゃん。本当は大人にも治療が必要だと思います。なるほど。ただそこまでは、まあそうですよね、なかなか手が回らないっていう状態ですね。でもこれ毎年行くだけでもね、結構大変じゃないですか。大変です正直。行く1日、帰る1日でまず2日取られてしまうし、そうです。で結局中は2日でって言ったら、あとに4日ですもんね。そうです。で本業もありながらって考えると、そんなに行けないですもんね、やっぱり。そうなんですよ。本当は年に、まあ
2回3回行って、はい、まあ、大丈夫大丈夫って見ながらやるのが本当は多分一番いいんだろうなと思いながら、はいはい、そこまでできないから、じゃあ最低限、その悪くならないようにっていうところだけを守ってあげるっていうのを今活動としては、またあれですよ、でもビエンちゃんも最初はその首都でこうやっていて、だん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 今度遠方にこう行かれるようになってきてるんですよね。そうなんです。本当一番初めに行き始めたから4回ぐらいっていうのは、もうそのビエンちゃんの市にある、はい、まあ、私立の小学校っていうところで活動したんですけど、はいはい、まあ、やっぱり逆に私立の中学校なんで、はい、まあ、いる子たちも、はい、まあ、ちょっと洗練されてるというか、いうところもあるので、まあ、ある程度その歯ブラシという文化も、はい、まあ、ある程度根付いてきたっていうのもあって、ああそれすごいですね。そうですね。だから最初の時に比べると、まあ、はい、虫歯ちょっとあるにしても、まあ、口の中ある程度綺麗な状態っていうのができてきてるんで、はい、そこでの活動っていうのは逆に終わりになってきたかなっていうのもあって、ああもうちょっと僕らを必要としてくれる、はい、もっと歯医者っていうのを教えてあげなければいけないというところないかなというのがあって、はいはい、去年の時にはちょっと遠くの、はい、どのぐらい遠いんですか。そうですね、車で1時間半とか2時間ぐらいかかる、遠いです。北の方にずっと行くんですけど、またそれが途中までは舗装されてるんですけど、はいはいはい、途中から舗装がなくなってしまって、いやそうですよね。もう9月だとちょうど雨季が終わったぐらいですか。いやギリギリかぶってるかなというところで、ね、行った時も前日の夜雨バーって降ってるんで、もしかしたら行けないかもしれないっていうような状態の時だったので、行けるかどうかなって思いながら。そうですよね。そうなんです。やっぱりそうなんですか。そうなんです。ちょうどその雨季が終わるかどうかの感じですもんね、ってね、今ね。そうなんです。なるほど。でもその、まあ、一生懸命行って、そう子供たちがわーっと待ってて、そうですね、向こうからすると何か知らない国の人たちが何か来たっていう、はいはい、でもそこでなんか怯えるわけではなく、新しい人来たっつってちゃんとサバイディーってこう挨拶をしてくれて、でちゃんとご礼儀正しくしてくれて、はいはい、こっちが準備してるなんかちょっと椅子運ぶのとか、あんなちっちゃな小学校の子たちがこう手伝ってくれたりして、はい、ありがとうありがとうって言いながら、で口の中を見て、はい、あここは聞かれ直してあげなきゃっていうのをまた心が芽生えてっていうのが、なんかあれですよね、子供たちの将来なりたい職業とかあるじゃないですか。あの中にこう歯医者さんが入ってくれるとね、いやそこまで行ったらもういちゃんと価値があるというか気がするんだよなっていうのはやっぱりありますね。そうですね、ヒーローですよってなれるといいんですけどね、そういうふうに。でも それでもやっぱりこうね、仕事にも影響ありながらもこう行こうと思うっていう、なんかそこはなんで行こうと思うんですかね。まあ多分皆さんその思いっていうのはいろいろあると思うんですけど、僕はなんですけど、やっぱりラオスというやっぱ国が素敵でそこに惹かれてるっていうのが一番、はい、あるのかなっていうのがあって、やっぱりうーん向こうのやっぱり人ですかね、ラオスの人たちのこのあったかさっていうか、この都会に染まってないというか、そういうところにやっぱり何か惹かれとか、そうですね、惹かれるとかやっぱりあるのかなっていうのが。自分たちは汚れてしまったんですね。いや汚れてないですけど、この都会というところに、ね、そうですよね。でも本当にそういう意味では向こうのその本当にこう子供たちに出会って、でその中でこう得られるという、自分たちが逆に言うと得るものってすごい感じませんか。そうですね、多分ボランティアしてるっていうと何かをしに行ってやってるって思ってしまうところもあると思うんですけど、結果行って戻ってきたってすごいものが、いやそういうのをやって、はいはい、こっちの心がやっぱ豊かになったり、向こうの国って今どうなってるんだろうなっていう、向こうのことを思うっていう、逆に何かもらこっちがもらってるっていうようなところが一番強いんじゃないかなっていう。これからですか、これからまたやっていきたいラオスでとか何かありますか。いやそうですね、まあもちろん今のこの子どもたちに、まあ、歯ブラシっていうものを根付かせてあげて、まあ、それがまず当たり前のようになっていってもらうっていうのはまず一つ目標としてあるんですが、まあ、それはそれでどんどん続けていって、それの後に多分なると思うんですけど、今度は向こうの歯医者さんにもうちょっとこう歯医者の治療ってこうやるといいんだよっていうところまで伝えられるっていうところまでいけると、まあすごくいいんだけどな、それがまだその口頭的なところを伝えるっていうのはもちろん究極なところになると思うんですけど、その本当の基本の気持ちのところが伝えられて、それを当たり前のように受けれるようになってくれれば一番いいなっていうふうに思います。かっこいい、すごい言えるといいんですけどね。今度一緒に行きましょうよ。いや本当行きたいですね、今度ルアンババーンとかまたいいところですから、あルアンババーンとか行ってみたいんですよ、ね、あ行きましょう行きましょう、全然行きたいです。またねビエンちゃんとまたちょっと雰囲気違って、あそうなんですね、はい、あの日本でいう京都みたいな感じです。あ
ね、何か仲間募ってラオスつながりで、うん、またこの番組見た方もで歯医者さんもじゃ一緒に行こうよみたいな感じで、もうぜひぜひ、もう歯医者さん、もちろん歯医者さん、歯科衛生士さん来てくれたら、はい、もちろん活動して助かりますけど、それ以外の一般の方も、はい、あの来ていただければすごい僕ら助かるなっていうのがあって、あの僕らの活動でもちろん歯医者のそういう活動もやってるんですけど、はい、それの一環で、はい、その日本の文化を伝えるっていう活動もやってて、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。で、あの浴衣とかを持って行って、それを着せてあげたりとか、それやってるんですか。はい、あと習字とかを持ってって、あの水でのできるものもあったりする、はい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 、そういうので書いてもらって、体験してもらったりとか、はいはい、それもやってるんですか。そういうのもやってます。あら、素敵ます。そういうところも一緒に、では日本っていう国をまた一緒に伝えられるっていうところを一緒にできるお仲間がいれば、もうぜひ一緒にやっていけたら、もっともっと楽しく活動もなっていくのかなと、ね、今日は素敵な話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラオスであの歯科の指導っていう感じ、治療ですかね、していただいている斉藤明岩さんでした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。